1月15日はいちごの日です。このいちごの栄養を損なわないための方法をお伝えしていきます。いちごはビタミン C が果物の中でもトップクラスで、みかんの約4倍のビタミン C が含まれています。通常サイズのいちごであれば8粒食べれば1日分のビタミン C が取れると言われるほどです。この栄養分ですが、いちごはヘタがついている茎から栄養が送られてきて実が大きくなります。送られた栄養はヘタの真下から周辺にまず集中して、そこから全体に回っていきます。なのでいちごで一番栄養がある部分はヘタの真下とその周辺ということになります。ヘタの周辺は色が薄くて酸っぱいという印象がありますが、実は栄養が詰まっているんですね。そして洗い方も重要になります。いちごはヘタを取る前にさっと水洗いしてください。ヘタを取ってから水洗いすると、ヘタを取った部分からビタミン C が流れ出してしまうんです。洗った後はヘタはナイフや包丁で切り取らないようにしてください。刃物で切るとヘタと一緒に周辺の栄養が集中している部分まで切れてしまいます。これでは栄養分を捨ててしまうことになるのでもったいないですよね。また効果的に栄養が取れる食べ方もあるそうです。いちごにはポリフェノールの一種アントシアニンが含まれています。アントシアニンは脂質と一緒に摂ると吸収率が2から3倍アップする性質があるので、食べる際には練乳や牛乳と合わせるとより効果的にアントシアニンを摂ることができます。ぜひこれから旬を迎えるいちごをたっぷり食べて、この冬を乗り切りましょう。